滝沢秀明が仕掛ける新革命。ステイでナンバーアンダーライン愛の快進撃が止まらない理由とは再生回数1日半で1000万回突破。滝沢秀明が明かすステイの威力とは日本のエンターテインメント業界は常に進化し続けており、その中で新たなトレンドや技術を取り入れることがアーティストやプロデューサーにとって重要な課題となっています。その中でも、 滝沢秀明がステーションヘッド、通称ステイに注力する理由は非常に興味深いです。ステイはインターネットラジオ局を誰でも簡単に作成できるアプリで、特に K-POP アイドルのファンコミュニティではすでに広く受け入れられていますが、J-POP アーティストのファンにはまだあまり浸透していません。しかし、滝沢秀明はこのプラットフォームの潜在力に気づき、積極的に導入を進めています。 その背景には、彼がプロデュースするナンバーアンダーラインアイのミニアルバム、ナンバリングの成功があります。このミニアルバムは公開後わずか1日半で1000万回再生を突破し、その後も急速に再生回数を伸ばし、2000万回再生を達成しました。この驚異的なスピードでの再生回数の増加には、ステーを利用した戦略が大きく寄与しています。具体的には、 ナンバーアイの公式ステイが開設され、ファン同士がリアルタイムで交流しながらアルバムを聴くリスニングパーティーが開催されました。このイベントでは、ファンが楽曲を聴きながらコメントを投稿し合い、ギフトを送り合うことで盛り上がりました。ステイの利用が再生回数を増やすために、どれほど重要かを理解するためには、ストリーミングの仕組みを知る必要があります。 ステイは Spotify や Apple Music と提携しており、ユーザーが自分のラジオ曲を作り、その中で合法的に音楽を配信することができます。これは、他のプラットフォームで楽曲を無断で使用することが違法となるのに対し、ステイではサブスクライバー同士が音楽をシェアすることが認められているため、法的な問題を回避しながら再生回数を増やすことが可能です。滝沢秀明がステイを選んだ理由の一つには、 世界進出の戦略があります。K-POP の成功を見れば明らかなように、ストリーミング回数の増加はビルボードやオリコンチャートでの上位ランクインに直結します。K-POP アイドルのファンはスミンと呼ばれる活動を通じて、推しの曲を繰り返し再生し、チャートでの順位を上げる努力をしています。滝沢秀明もこの手法を取り入れ、ナンバーアンダーライン I の楽曲を世界中で聴かれるようにするために、 ステイの活用を推進しています。ステイの利用は単に再生回数を増やすだけでなく、ファンとの絆を深める効果もあります。リスニングパーティーでは、ファン同士がリアルタイムで交流し、一緒に音楽を楽しむことができるため、コミュニティの一体感が高まります。これは特に、コロナ禍で直接のイベントが難しくなった現在、オンラインでのつながりを重視する傾向が強まっているため、非常に有効な手段となっています。 滝沢秀明がステイを強化する背景には、彼自身の経験と直感があります。彼は、ジャニーズ事務所での豊富な経験を持ち、数多くのアーティストをプロデュースしてきました。その中で、ファンとの直接的なコミュニケーションが、アーティストの人気を支える重要な要素であることを、実感しています。ステイの導入により、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがファンと直接交流できる場を提供し、 より親密な関係を築くことができるのです。さらに、ステイは海外のファンにもアプローチするための強力なツールとなります。インターネットラジオという形式は国境を越えて音楽を届けることができ、ナンバーアイの楽曲が世界中のファンに届く可能性を広げます。特に英語圏やアジア圏のファンにとって、ステイを通じてナンバーアンダーラインアイの音楽やメンバーのトークをリアルタイムで楽しむことができるため、 国際的な人気を獲得するための重要な手段となります。ステイの利用が広がることで、ナンバーアンダーラインアイの再生回数は急速に増加し、ビルボードやオリコンチャートでの上位ランクインを狙うことが現実味を帯びてきます。再生回数が増えることで、アルバムやシングルの売り上げも向上し、さらに多くのファンがナンバーアイの音楽を聴くようになります。これは、 滝沢秀明の戦略が成功している証拠であり、彼が目指す世界進出への一歩となるでしょう。このように、滝沢秀明がステイに注力する理由は多岐にわたります。再生回数の増加、ファンとの絆の強化、そして世界進出のための戦略的なツールとしての活用など、様々な要素が絡み合っています。そして何よりも、彼のプロデュースするナンバーアイが、 これからも新たな挑戦を続けていくための強力な武器となることでしょう。今後、ステイの利用がさらに広がり、J-POP アーティストや他のエンターテイナーたちにも浸透していくことが期待されます。ステイの導入によって、ファンとの距離が縮まり、よりインタラクティブな音楽体験が提供されることで、日本のエンターテイメント業界全体が新たなステージに進むことができるでしょう。 滝沢秀明の先見の命と革新的な取り組みは、これからも多くのアーティストやファンに影響を与え続けることでしょう。最後に、ステイを利用することで得られるメリットや楽しさをさらに広めるために、あなたもぜひこのプラットフォームを試してみてはいかがでしょうか。ナンバーアンダーライン愛のリスニングパーティーに参加し、ファン同士の交流を楽しみながら、音楽の新しい楽しみ方を体験してみてください。 そして、この新しい音楽の楽しみ方がどのように広がっていくのか、一緒に見守っていきましょう。あなたの参加が、ナンバーアンダーライン愛や他のアーティストの成功につながるかもしれません。音楽の未来を共に築いていくために、ステイの世界を探求してみましょう。ステイの魅力は単なる再生回数の増加や世界進出の戦略にとどまりません。ファン同士がリアルタイムで交流し、 一緒に音楽を楽しむことで、コミュニティ全体が活性化し、一体感が生まれます。これにより、ファンの結束力が高まり、アーティストへの支持がさらに強化されます。特に、コロナ禍で直接のイベントが難しくなった現代において、オンラインでのつながりを重視する傾向が強まっているため、ステイは非常に有効な手段となっています。また、ステイを通じて、アーティストがファンと直接コミュニケーションをとることで、 ファンはより身近に感じることができ、アーティストへの愛着も増します。これにより、ファンの忠誠心が高まり、長期的な支持を得ることが可能となります。滝沢秀明がステイに注力する背景には、彼自身の豊富な経験と直感があり、ジャニーズ事務所でのキャリアを通じて、ファンとのコミュニケーションの重要性を深く理解していることが大きな要因です。さらに、 ステイは海外のファンにもアプローチするための強力なツールとなります。インターネットラジオという形式は国境を越えて音楽を届けることができ、ナンバーアイの楽曲が世界中のファンに届く可能性を広げます。特に英語圏やアジア圏のファンにとって、ステイを通じてナンバーアイの音楽やメンバーのトークをリアルタイムで楽しむことができるため、国際的な人気を獲得するための重要な手段となります。このように、 ステイを活用することで、ナンバーアイの再生回数は急速に増加し、ビルボードやオリコンチャートでの上位ランクインを狙うことが現実味を帯びてきます。再生回数が増えることで、アルバムやシングルの売り上げも向上し、さらに多くのファンがナンバーアイの音楽を聴くようになります。これは、滝沢秀明の戦略が成功している証拠であり、彼が目指す世界進出への一歩となるでしょう。